ドジャース、パイレーツ、9日、日本時間10日、ドジャース・スタジアム・ドジャース・大谷翔平投手、30、が本拠地でのパイレーツ戦に、1番 DH で出場する。7日、同8日、のフィリーズ戦では5打数無安打に終わり、2試合連続の無安打。8日、同9日、は試合がなく、休養日明けでリフレッシュし、この3連戦に臨む。 今季はここまで112試合に出場し打率3割2厘。34本塁打、81打点、32盗塁。本塁打は2位のブレーブスのオズナと一本差しのナリーグトップ。打率はパドレスのアライスに首位の座を明け渡し1輪差で同2位。打点はトップのオズナと七差の同2位につけている。相手先発はメジャー6年目の右腕ミッチケラー、28。 昨季オールスターに初選出されるなどブレイクし、今季は22試合に登板し10勝5敗、防御率3、20と高騰を続けている。大谷は過去に5打席の対戦で1本塁打を放っており、5打数1安打、1打点、2三振。今季はこれが初対戦となる。ドジャースの先発はトレード期限前に移籍してきた右腕ジャックフラーティ。 28。今季はここまで19試合に登板し8勝5敗。防御率に80で、これが遺跡2試合目の登板となる。